あれ何時から出てんのこれ。ちょっと料理する観点で見るとまた全然違います。今までは全く何も見てなかった。8元っていうと100円いかないぐらいか。八百屋さん80元、毎日食べても飽きないような、それでいてバランスのいいものを作りたい。どうやって調理しようか。10元で4匹、安い。この鶏は1つで15元31。日本の神社は26。これだといつも食べてる1食分ですね。58、34、35、魚だな。食べるなら魚ですねこれ。食べ物にはやっぱり皆さんこだわるんですね。これだと外食より高くなるな。どうしよっかな。地味中かっこいいなこれ。これが300円ぐらいです。会食ですので。さあ、また香港店に戻ってまいりました。浴衣があります。こちらはですね、ビールが置いてあるんですけど、ここにシャワーです。なのでもう完全に私の趣味の部屋みたいになってますね。本日の一本ですね、こちらアングロアメリカンって言ってイギリスのなんですけど、かなり古いヴィンテージです。1900年代初めぐらいになるんですかね。すごい綺麗な生地で、使ってはいるものの見てわかるようにスワンです。このメガネをどういうシーンでかけるのかっていうのは、まあもうそういうことは考えない方がいいですね。もうとっても楽しいメガネです。これをまあ普通にかけられれば、まああとはどんなものでもかけられるんじゃないかというような、そうですね、上級者用のメガネです。